日本で2番最強説が流行しない理由、杉谷健氏が分析。元プロ野球選手で野球解説者の杉谷拳氏が25日、YouTube チャンネル ABEMA 野球公式アベマで MLB で公開された動画ひな壇にさんまさん。メジャー最強打者の証 DH2 番を芸人で例えると、MLB ズオン FLEEK シャープ6に出演。日本で2番最強説が流行しない理由を分析した番組 MC を務めるさやかおり新山がプロ野球ではなぜその説が流行流行らないと質問すると、ゲストの杉谷氏はプロ野球と MLB の戦い方は違う。MLB は下位打線でもホームランや長打を打つ選手がいるけど、プロ野球の下位打線はそこまででもない。それに、プロ野球では最初の1点を大事にする野球をしているので、確実性のある3、4番にチャンスをつなぐことができる選手を2番に置いているんだと思うと答えた。人生送りバント、1回の攻撃で2アウトランナーなしで3番当たる可能性考えたら3番に強打者置く方が効率悪いんだけどな。この人たちは送りバントをするためにプロになったのかな？まあどっちが正しいかなんてのはわからんよね。こういうのってトレンドが時代によって変わるから6番が最強打者になる時代もいつか来るかもしれない。鈍速強打者が多いからだろ。2番でこいつら出塁しても、2塁から帰ってこれない。統計で送りバントは効率が悪く、2番に強打者を置くのが効率が良いと分かったならやればいいと思うのだが。ご視聴ありがとうございました。